ちょっとこれ飲み物入れておきたいと思います。はい、というわけで、あ、ちょっと待ってください。おお、でかいっすね。おほほ、こんなシーンあるな、こんなシーンあるな。というわけでですね、はい、ちなみになんですけども、この後ですね、ポコチャ配信を5でしたいと思いますので、はい、あと30分後ですね。これちなみにゾーンです。エナジードリンクゾーンのやつです。気に入ってずっとカビカビにしてます。あ、まだ紹介していないものがありました。あー、これもなんか前回あったな。これは何でしょうか。普通の椅子でしょうか。こういう、何なんだこの種類の椅子は。これどう使うんだろう。これは椅子なんですけど、何ですか。ちょっとこのフラを体験したいと思います。これはしない。お疲れです。お疲れです。ちなみに今三脚が壊れました。こまま、ビジネスホテルからの配信。アニメティ、アメニティ。え、それアメニティっていうの。アニメティかと思ってた。セイコーマートの、うん、知らない。おすすめです。うん、誰も来ないな。なんかほんと静かだ。ほんと人いるのか。多分絶対人と出会わない自信はあります。こんな感じでございます。頑張ります。お久しぶりでございます。お、来た。お久しぶりです。こんなところで今やっております。エンジェルハートさん、お、初見さん、ありがとうございます。おいこら部屋に乗り込むとこら平成じゃないのこら。コラが流行中だぞこら。うるせえだろこら。めちゃくちゃ怒られますね今日。あ、ちょっとみんなに来たかったんですけど、これ毎回ホテルに行って気になるんですけど、これなんすか。これ何に使う椅子ですかこれ。それは、あ、荷物置きなのか。なるほどなるほど。なんか椅子にしては座り心地悪いから、なんでこれいつも必ずあるのかなって。謎なものがもう一個あるんです。これですね。これなんですか。なんか外したら音鳴るとか。非常用ペンライト。取れました。あー、なるほど。炭酸電池が入っていて、電池をこんな感じで。あー、もうこれホラー映画ですね。どうですか、ホラーゲームかないですか。ホラーゲームか。ハイクラスのビジネスホテルを借りたんですけど、なんかみんなが思っているよりも全然ハイクラスはなかったっていうところに今ショックを受けております。そしてみんななんかゴミにみんなコラつける力入れてます。これだけちょっと持ってきましたからね、このホテルに。あれですか、あの風呂場のアメニティですか。 DHC なら貝なんですね。シャンプー見てこいや。エスターエステロワイエ薬用フォームソープ添加物読めて。添加物読むんですか。グリチルリチンス。めちゃくちゃ良いやつ。あ、いいんですか、いいんですか。知らんけど知らんとってさっちですから。二枚刃なら終わってるぞこら。ヒゲ剃りですかね。二枚刃あ、でもこれ三枚入ってません。ならハイクラスか。やったこれ血が出るやつ血が出る。え、ハイクラスじゃないじゃないですか。血が出るんですかこれ。はい、というわけでですね、1日経過しましてですね、本日なんですが、今朝の7時13分になりました、中島公園の絶景はどうでしょうか。このような形となっております。昨日はですね、このでかいベッドで豪快に寝させていただきました。せい、広い。え、これ腹筋できる。めっちゃ腹筋できるこれ。これ腹筋、うん、あ、このベッド欲しいな。この厚さこれとこれ、この厚さ、沈んでも沈みきれないというね。はい、はい、こちらの剣を使いまして食事タイム行っていきたいと思います。場所はですね、5階のレストランテというところですね。これがなければ、朝食が食べれないというわけでですね、忘れて持っていきたいなと思います。めちゃくちゃ楽しみですね。
はい、はい、ありがとうございます。どうぞ、次に回る。はい、というわけでですね、朝食サービス食べてきました。めちゃくちゃ美味しかったね。普段食べているものとは比べ物にならないほど、噛めば噛むほど味が2層3層にわたって味変してくる、いろいろな素材がたくさん入っているんで、伝わっていますか。はい、そんなわけでですね、美味しい朝食サービスでした。さあ、ありがとうございます。これもですね、すべてこちら1ヶ月頑張った自分でのご褒美というわけで、今回ですね、こういったホテルに泊まらせていただきました。というわけでですね、今現在の時刻が、7時52分、とりあえずですね、8時になったらここ出て、家出て、また仕事を頑張りたいと思います。 YouTube も更新していきたいと思います。こんな場所におります。ではまた次の動画で会いましょう。はい、というわけでですね、水田ができました。これから帰ろうと思います。でかい窓ガラスで、ね、お部屋チェック、オープニングと、ですね、こうやって座ることができる。おお、こんな椅子がついておりました。これ見て、寝るぐらいの半端じゃない。